うちの家庭ほら仲いいじゃん夫婦もおふくろと親父も隣座っちゃってたりして二人でそこにふ人り座ってるのかわいいよいつも横のと座ってておもかわいいしけんちゃんとけんちゃん仲良ければいいんだけどなけんじとけんちゃんけんじとけんぞ仲良くないから。 うん,ん。うん、どれ。ここに出てんのかよ、その、家族。で、ま、も、今撮ってんだよ、おふしい嬉しい。腕、含まないけど。そんな <laughs>。嬉しいほどの。あのあか、あ今、画面で見れんだよ、こうやって撮れば。うん。後で見ようん。うん、今日に。親もびっくりしちゃうから、自分が映ってたっけ。

いいんですよ、全部じゃなくて。あの、手伝ってくれる人だけでいいんですよ。さあ、全員読んだってみんなやががれるし、みんなならどの人はいい人だ、みんな、俺のためにやってくれて。いや、頭上がんねえ、勝彦にも、保つにも、本当にいいやつらばっかり。いや、ならど上げてやってくれてんだもん、俺もこれ上げに行かねえ、本気でやるしかねえよ。俺、勝彦に言ったの、選挙運動は、 票入れてててくださいいっっ言わないよって申し訳ないけどみんなあの選挙行ってくれって投票率上げてくれって恥ずかしいから、うん、投票率上げて好きな人入れてくれって入れた人のケツ叩けってね3人も集まったら政治の話するようじゃなくちゃだめだよ政治の話して嫌われるような違うからね田村健ちゃんなんかにもよく言われたよ言うと「あなんだお前政治家になんのかよほら興味ねえ何を言ってんだよ興味持てよ自分のことなんだから正直で潰しましょう」。 自分で商売やってて興味ねえとか。大丈夫かよケンちゃん、いくつなんだよ、トシ。58だべ興味持とうよ。ダメだよ、そんなこと恥ずかしげもなく言ったら。全員興味持たなきゃダメ。ほんで、子供に口出すなって言っちゃダメ。子供に口出さないと、俺らって口出すさ、おクロらに口出すなって俺ちっちゃい頃言われたよね。だからこんななしさんだぞ。口出させてほしかった。俺には。俺賢かったじゃん。 ガキん時から殴られたよ。俺口出したら奥さんに怒られた。ただうるせえってなった。お前は理屈っぽくてってよく言ったよね。でも俺はなもう世の中が嫌だったんだ。よおん大人の。忙しい姿ね。と思う。あ、それは忙しかったね。奥さん忙しかった。お金しょうがない。いやそうそれが分かんなかったの。俺が親が忙しいのも。うん。稼ぐしかなかったしそう。俺は。 やっぱりもっとさ親に分かってほしかったし私は夜中に枕草がいて、うん、今月どうやって支払いしようかわいそうにそんな,のなでそういう思いをしながら支払い、うん、売り上げ上げても集、うん、金が上がらなければ支払いいまだに同じだからこの国はいま、うん、だに同じだからなでそういうのがあったんで、うん、もう子供を見てる暇がなく商売商売商売ってうん、うん